秋でございまして、もう冬がすぐそこまで来ているという、寒さの前に向かったところで、この頃は線のような東京には大雪っていうのはございませんけれども、雪が降って一番喜ぶのは何だって言うと、まず徘徊などをやる方ですとか、犬なんざ喜んでおりますな。ああ、犬が見ろや、かけたりして喜んでやがってる、なんていうことを言うが、これは犬は嬉しくてかけてんだか、とわからないですね。犬にしてみりゃ寒いし、食い物が寝てんで焼けてかけてんだか、それはよくわかりませんけれども、従前この寒参りということをやりますと、夜中に寝ていて輪の音を聞くと、実に、ああ、新人も大変だなと思いますね。さらし一枚でもって、そして水を浴びて寒の打ちかけて歩く。これはどうも神様だって、それほどまでにしているんですからな。でも知らん顔はできないですね。だから、何でも新人というものは、自分の心を誠に持ってって、たとえどんな嵐だろうが、どんな大雪だろうが、自分がお参りに行こうと思ったら行くもんですね。中にはそういうお参り場がいないのがね。今日は夜はねえんだよ、俺は。どっか行こうと思うに行くとこはねえや。お参りにでも行ってこうか。こういう新人は、どうも、あんまり自覚はないようでございますけれども。雪でも、東京の雪とまた山国の雪とは違います。江戸時代には、身延さんへお参りに行こうというのには歩いて行って、そのお参りをしたそうですけれども、とにかく山がうんとあるところですね。それを山梨県とはこれいかにという問答がありましたけれども、どうもこの、雪というものは少しぐらいならいいが、山国で細かい雪が降ってくると先が見えなくなっちゃう。お参りをいたしまして、帰りに小室に寄って、毒消しのご封をもらって、そして犬に入れて宿を取ろうと思ったのは、どうも雪のために道に迷っちまいまして、行けども人家がない。いや、これは大変だと思うから、急いで歩くけれども、どこまで行っても同じ一面の銀世界でございました。よかったね、これはどうも。野宿食ったってね、雪がこんなに伏せては野宿もできない。雪時期だ、これじゃあな。もう泊まるとかなきゃ俺凍えて死んじまうよ。ああ、助からねえかな、これは。助けておくんない。どうか、神様。南無法蓮華経と、お題目をつないながら歩いている。そのうちにもう日は暮れてくる。どうにもしょうがない。くたびれてはくるし。ちょいと向こうを見るってえと、証しが見えた。ああ、ありがたい。地獄の仏というのはこれだろうと。ようようそこのうちにたどり着いて、ごめんくだし。はい。何です？
私は身延山へお参りに参りましたんですが、雪のために道を、取り上がりまして、どこにも行くことはできませんで、もう体が凍えちまいました。どうか一晩宿を願いたいんでございますが、はい、助けてくださいまし、凍えちまいます、お助けください。ああ、これは大変ね。まあお入りなさい。あ、開きますよ。あそこ入ったらね、そのカッパにいてそこかけつくといいわ。あ、そうするってと立つまでには乾いちまうから。あ、こっち分かんなさい。足を拭いて。どうも入りすまない。まあいいわよ。まあこっち、この寒さじゃちょっと歩けない。驚きました。まあこんなじゃないと思いましたが、本当にね。さあ、山側はね、何にもないの。ただ死がごちそうで、あの、終わったのさ、はあ、ありがとうございます。バーッと燃えてくる焚き火に、温められて我に帰ったかの旅人が、祈りの向こうにいる人を見た。年頃25、6が山賀に生まれになる実にいい女。そんなにも力入れなくたっていいんだがね。どうもこのいい女って言うと力入れたくなる。いい女って言っちゃ軽くってしまう。神宛てと結んでおりまするが、月の櫛を横に刺して、着ているのは山前一面の茶弁慶、襟付き。博多の伊達巻を巻いて、上から一面の粘猫番天を引っ掛けて、縦膝して、その袖をくべている姿で、まあ、ものすごい暗いいい女で、はあ、いいなあと思って見ていると、喉の脇に刃物でついたか切ったような傷があるから、女はいいだけに気分悪いから下を向いてこう見ている。まあ何ね、お参りも命がけじゃありませんか。そうなんですよ。へえ、親父の代からね、来ておりますんでね。そうですか。お宅どこです。神田でございます。ああ、神田。それじゃあまあ、江戸っ子の場合ですね。どうもね、へえ、嫌な江戸っ子があるもんで。だけど、江戸っ子と聞くと私も懐かしい。私も江戸のもんよ。そうですか。え、あおむね、あしは拝見したときに、こんな山側にあなたがおいでになるわけはねえと思った。そうでしょう。江戸はどこです？私、浅草。へえ、浅草ですか。へえ。浅草も、子供の変わったでしょうね。ええ、変わりましたな。観音様はまだあそこにいますか？ええ、そういます。よく来しませんね。来そうと思うと辞書はね、言ってんでねえと。じゃあ観音様のそばですか？ええ、私、観音様の後ろよ。ああ、そうですか。観音様の後ろ、金龍の裏は遊女の目のきなりと申しますが、観音様の後ろってと、吉原玄斗ですか？そう。
中にいたことなの。お、そうですか。中に。こんなこと言っちゃあなたに大変悪いですけども、もし間違ってたら一つ勘弁してください。あんまりよく似てますからお聞きしますが、あなた吉原の熊蔵マリアに似たことありますか。まあ、おまさん伏ってね、え、血の問い合わせじゃありませんか。そうよ。なんだあれ。誰ってほどのね、何のろうと思うんじゃねえんですよ。三年ばかりに見えの、二の鳥の晩に友達と二人で、お父様行って帰りにあそこへ入り込んで、お宅厄介になった。その時に出てくれた相方が、あなたでしたよ。もう一人友達がいましたがね、彼がまあ酔っ払うとだらしがねえんで、廊下で鳥の獲物の上に乗って滑ったりなんかしてね、お世話やかせましたが、それはもうあなた、あまたのお客が使ってるんですが、忘れたでしょうが、しゃあ忘れねえんだ。あんないいお客がね、一つ裏返さなくちゃと思って、と思った親父がやかましくってね、こう思ってながら裏返すことができねえって言うと、ちょうど知ってる者の不幸が馬道にあったんでね、その晩、馬道行ったの帰りに、吉原にね、どうしても忘れないで行ったんですよ。で、あそこに上がって、俺らがって聞いてと、俺らがいないとこいんです。いないとって、上がっちゃったから降りるわけにはいかないから、名代の女が出てね、それにだんだん聞き込むって言うと、俺らに心中したっていうことを聞きましたがね。心中したのよ。心中してここにいるのは変ですね。それがね、心中やり損ない。それで、ひな頭に下げられて、すでに女代理に出されようってとこ、まあ、嫌で、ようやっと逃げてこんなとこへ来てんのよ。そうですか。で、相手の何は？相手と一緒にね、逃げてきてんの。ああ、そうですか。しかし、いいですね。こういうようなところでもって、スイーター同士がね、こうやっているなんて、いいじゃありませんか。ね。ほととみす自由自在に聞く里は、酒屋い三里豆腐屋いになんて、いいですね。よくはないわよ。もう来てみてね、驚いたの。何しろ寒しいでしょ。だからこうやっていたってもういいじゃんでしょうがないのよ。で、旦那は、うちはね、本町の薬屋の若い菊地でね、何もすることないんで、まあ、雪見んだら、熊の小屋くこしらえて、町に行ってんのよ。熊の小屋か。あ、そうですか。いいね。二番目にありそうだ。その渋谷限りを隠そうため、亭主は熊の公約にとくりゃ、本寸法ですよ。いや、どうも、何ですか。まあ、あんまり勝手なことを言うようですがね、あなたに助けてもらってるんですから、
ちょっとお待ちなさってください。かの旅人は、懐へ手突っ込んで小出しを出そうと思ったら、細かいのがなかったために、胴巻きを出して、胴巻きの中から小判に2枚を出して、こいつを紙に包んだ。こりゃあ、旅先でございますが、こんなあなたに助けてもらったお礼ってんじゃないんですか。これを、まあ、そんなあなた、いいんですよ。ええ、よこさん、まあ、普通こう、笑っていいんやだけどもね、悪いわね、そんなことにさせちゃっちゃ。まあ、お酒飲む？ね。少しぐらい。じゃあ、私には、卵だけしてあげますから。おい、まあ、こうですか。すいませんでございます。こうやって、命を助けてもらった上に、また、卵だけ飲んでして、罰が当たります。あ、そうですか。ついていただけんの。じゃあ、これを湯飲みに一つ、おいらのお酒っちゃ悪いけれども、今はご信者ですがね。どうもすいませんな。どう、なんとも言えませんよ。ずっとあったかになってきまして、どうもすいません。どうもね、腹が減ってるところに持ってきて、駅の中歩いてあなたのなんで、手でから腰がいつくれたと、まあ、卵だけを。そうですか。もう、私はあんまりね、だけどなんですね、こういうとこに来て、こうやってんのはいいですね。私はね、ここに入ってきたときに、どうしてここに鉄砲がかかってんだろうと思ったんですが、じゃあ、旦那は帰るのだろうと思ったんですがね、鉄砲をどういうわけで、ねえ、狼が出たりなんかするんだってか、お前さん。鉄砲ぐらいなくっちゃお前さん、このこと口がありませんよ、狼が。よくねえね、狼ってやったらね、あいつは大きく噛むからね、狼ってんでしょうけどね、あればね、ズダンって言えばそれで、音で逃げますからね、そうですか、あっちは、行くにで、町渋谷陰の公約を、うまいこと考えたもんですね。もうですね。どうも、大変酔っちゃった。どうも、しかし、縁っていうのは不思議なもんですね。こうやって、自分が、生きるか死ぬかっていうのがあなたのところに来て助けてもらう。その人が、吉原の、熊蔵マリアの月の塔わからねえもん。いや、もう、旦那がちょっと言いませんよ、そんなことは。雪の中歩いてきて、くたびれてますから、先に、ね、次の間に、ね、ほんの寝るだけですよ。最初は、振り分けの荷物を持って、道中出しを身に乗って、ひょろひょろよろけながら、次の間に入って、旅人は
ごろっと横になるってえと、疲れとその卵だけの湯に出たんで、ぐっすりと寝てしまう。かの女は、夫に飲ませる酒を旅人に飲ましてしまったので、とっくりを抱えて、近所へ分けにもらったので、その中か買うのか出て行った。その後に、かすかにいびきの音が、シューッというかで、入れ替わるように帰ってきたのは、その亭主の伝太郎という男。行く人ですから、支度は十分にしてあります。八千草で編んだ腰身の時期にバランスを書いて、こう役箱をはすっかけにかけて、ああ、どう抜けたよ。なんだ今、今日のサビってのねえや。なんか腹なんだ。煮こもりができそうだ。これ働いたなあと思う。着ているものを抜いて、這いずるようにあと。そこは、あのな、田辺さんとか言ったら、おめえによろしくしたぜ。え？うん。風邪ひいてるとよ。風邪はもうどこでもひくからな。なんだおい、いねえのか？なんだよ、知らねえで一生懸命喋ってた。いろんな火を起こして当たりながら、汗切ってこいや、本当に。こっちは雪だけありつけってのに、かかがどこ行っちゃったんだわからねえなんて知らねえやと。おや？なんだこら？ん？卵だけの匂いがすな。へっ。亭主が雪の中、火星って帰ってくれない。いずれ卵だけひっくるってやん。あ？とはいうもの、寂しいから今回のことするだろう。え？うん。持ってくれこれだ。お、ずいぶん残ってんな、おい。え？こっちありがちよ。卵だけってやつはね、どうどうしてる方がいいんで。ね、ケツの方がいいや。あ。ねえ、おくま、見てくれ。腹減ってと言ったもんだから、キューッと飲んでと。おい、腹の中で持って、先のやつは車引いてやる。あんじゃってやで。ああ、やって。苦いばかり飲むって感じ。帰ったのかい？おう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 。なんで行こうか？なんで知ったんだい？ちょいと、雪足を踏んじゃったんだがね。こうして私にとっくり取っとけよ、そっち。よっしゃ。なんで、そう、使うね、こっちは。今雪の中ある雪しぼけじゃねえかな。お前さんのお酒買いに行ったんだよ。いいよ、分かったよ。その酒買いに行ったって一子にはもうどうも。逆らうことはずや。待ってくれ、待ってくれ。待ってくれよ、おい。今立ち上がる。なんだ、おのさっきから行って行ってと思ったら、とっても痛くなっちゃった。どうしたの？おっ、どう？あっ、あっ、どうしたんだい？お待ち。とっくりの枠を言ったら、裸足のままで考えなかった。ずっとさ、ああ、そっちゃいけない、そっちゃいけないよ。さあ、何を食べたんだい？食べたっていいな。何も食わねえ。
今ここに卵だけあったの飲んだぞ。え、お前がこの卵だけ飲んだのかい。まあとんでもないことした。毒が入ってんだよ。何でこっちを飲んだのか。お待ちよ、お前さんに切ってて飲ませんじゃないよ。実はね、お前さんの留守に道に迷って旅人が入ってきた。それは命の恩人だって小判2枚積んで出した時に、どんまきに100両足らずあるの見たから、ああこの金があったらお前さんとまた江戸へ帰ってどうにかなるなと思ったら、惜しくなった。お前さんのこしらえとったらしびれ薬飲まして今寝かしたばかりだよ。お前さん、その留守に来てこのおどみをみんな飲んじゃったから、お前さん助からない。死んどくれ。石頭はいいのこしらえてやるよ。うるせえ、うるせえ、石頭なんぞ。うわぁ、うわぁ、次の前にいる旅人は毒ってことを聞いて驚いて打ち上がろうって言ったら、もう体が効かない。ひょいっと気がついたのは小室で受けてきた毒消しの五分を口を押し込むって飲むことができない。しょうがないから買っていって縁側の戸を開けようと思うと、こいついてて開かないから、この戸にダーンとぶつかるってえと、戸が外れてゴーッと庭に車を落ちられた。うーん、うわーってんで庭の雪を口に入れると、その雪のために霧が通ったかと思うと、自分の神経でしょう、体がしっかりしてきたから、南妙法蓮華経、南妙法蓮華経とお題目を唱えながら、自分の元にいたところへ帰ってきて、道中雑誌さして振り分けの荷物を持って行こうとするって言った。ちょいと、姉さん、お前さん助からない。お前さんを殺したのあいつだよ。うん、あの旅人をお前さんが買ってきた。私はここにある鉄砲で撃ち殺しちゃうから見とれってんだよ。鉄砲ってことを聞いて驚いた旅人が、何や俺に、ちょっと庭からに二道になってるのを右にこう逃げてまいる。何の法蓮華経、何の法蓮華経、ちょっと旅の人、そして振り向くって言うと、品を持ってチラ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 、これは大変だとつま先上がりに上がっていくって言うと、もう突き当たりが行き止まりでありまして、ロブをきっついたような岩になっとる。と後を見るって言うと、きっついたような崖になっておりまして、下は東海道岩淵よりカジカだよ中流でございまして、ザーッ、こりゃこりゃ飛び込めねえ。後ろを見ると品川がじらじら見えるから、もしここに飛び降りたら助かりはしないかしらと、足を巻いてちゃんと出す途端にさーっと滑っていった。途端にくさっと見て体が返るってえと、咲いている道中雑誌が先にさやばしってきて、いかだがつないであるのに、いかだの藤釣りへさっとこの道中雑誌が当たったから、それが消えてゴーッと流れ出した。そのいかだの指に捕まった旅人が、いやーあー、なんだこれにゃいか、なんだこれにゃいか、でうん、押し流されてまいりまして、向こうへダーンとぶつかるってえと、縄が消えてバラバラになって、一本の残酷一度は、いやーこれ、いやーどうどうどうにもしょうがない、どうも助けてくれます。
何も覚えねえと。お題目をつないだら、一生懸命目つぶってってと、熊は駆け上がってまいりまして、岩壁片足をかけて流れ行くたびたび狙いをつけた。カチーンと引き金しくって、ダーン！ピューッと飛んできた玉が、流れ行くたびと投げっぷしをかすって、向こうの岩壁カチーンと、妙人間と、ああ、この大難が逃れたというも、粗品利役、一本のお題目で助かる。